ロバーー・ト・ウウォルタィアメリカ合衆国の風景を描いたハドソン・リバーパの画家の一人とされるがアメリカ植民地時代の歴史を題材にした絵画でも知られるニューヨークで生まれた大学などの教育は受けておらず18歳まで商店で雇われていたが画家になるために仕事を辞めた ニューヨークで美術を学び始め、1824年にイタリアに渡り、フィレンツェ、ローマでルネサンス期の巨匠の作品を学んだ。1827年にニューヨークに戻り、1834年までニューヨークに滞在し、ニューヨークの美術家たちの中で重要な人物と認められた。1829年に創立間もないニューヨークの美術学校、 ナショナルアカデミー・オブ・デザインの会員に選ばれた。その後、ニューヨーク州ウェストポイントにある陸軍士官学校で美術を教えた。40年以上、士官学校の美術教授として働き、有名な教え子には、ジェームズ・マクニール・ホイッスラーや、セス・イーストマンがいる。二度結婚し、16人の子供を作った。息子のジョン・ファーガソン・ウィアーは、画家、彫刻家となり、 イエール大学美術学校の校長を務めた。別の息子のジュリアン・オールデン・ウィアーはアメリカ合衆国における印象派の重要な画家になった。ありがとうございます。